自転車競技で先導するジレラホコ特定二輪車とは、日本の道路交通法において2009年9月1日から施行されたトライクの区分で、特定大型自動二輪車と特定普通自動二輪車の総称である。ヤマハ発動機では該当する車両をリーニングマルチホイールと称し、2014年にヤマハトリシティを発売して、以降、積極的に販売車やコンセプトカーを展開している。 特定二輪車に該当する車両の構造図節車体が傾斜して旋回している。かつては特定二輪車という法規上の区分がなく、すべてのトライクは普通自動車免許以上の四輪、自動車免許が必要であったが、2009年9月1日より、内閣総理大臣が車体の構造上その運転にかかる、走行の特性が二輪の自動車の運転にかかる、走行の特性に類似するものとして、 内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を指定する内閣府告時において定めた次の要件にすべて該当するトライクは自動二輪車に準じた扱いとなり普通自動車免許が不要になった代わりに排気量に応じたオートバイの運転免許証が必要となった三個の車輪を備えるもの車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの 同一線上の車軸における車輪の設置部中心の間隔が4 6 0ト、mm、ル未満であるもの。車輪及び車体の一部または全部を傾斜して旋回する構造を有するもの。平成21年内閣府告時代249号。ただし、試行日から1年間は従来通りの自動車免許で運転可能で2010年8月31日までは、 運転免許試験場における特例試験により特定二輪車限定の大型二輪免許または普通二輪免許が取得できた。また、1965年8月31日時点で小型特殊免許、原動機付き自転車免許、第二種原動機付き自転車免許以外の何らかの運転免許を受けていた者は翌9月1日施行の改正道路交通法によって 排気量制限なしの自動を二輪免許を受けていると、みなされ、これらの免許はさらに1996年9月1日施行の改正道路交通法で現行の大型二輪免許に移行したので、その免許を引き続き受けているものは問題なく運転できる。三輪自動車に対する改正なので、改正前に内閣府告示により道路交通法における原動機付き自転車扱いである車両には、 影響がない。このため、3個の車輪を備える、原動機付き自転車に該当するものには適用されない。なお、三輪自動車の高速自動車国道における、法定最高速度は、時速 80km であるが、この改正により、特定二輪車扱いとなった車両は二輪自動車に、適用される時速 100km となった。道路交通法施行規則、第2条の表。 車体の構造上その運転にかかる走行の特性が二輪の自動車の運転にかかる走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を指定する内閣府国時道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う交通警察の運営について警察庁平成十一年六月十二日広がるモビリティの世界 LMW の第一弾、トリシティメガワット125日本仕様を新発売在45ス、東京モーターショーヤマハ20172件、特定二輪車の特例試験、警視庁。警視庁。2011年9月7日閲覧。エンジンの改造により 50cc を超えた場合、臨居によっては、特定二輪車に該当する場合がある。ジャイロ系デモ車種及び年式によって臨居が異なり、 4 6 0ト、mm、ルを超える場合と超えない場合がある。道路交通法施行規則の一部を改正する内閣不礼案等に対する意見の募集についての資料7を参照。警察庁交通局、三和社の自動車の区分の見直しに関する内閣不礼案等について、三和スクーターの運転免許改正案の修正について。 通知がありました。道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案等について、警察庁交通局2009年6月22日三輪の自動車の区分の見直し道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う交通警察の運営について、警察庁平成21年6月22日、ありがとうございます。